白金さん、大丈夫？それは、そうだね。よーし。キーボくん。はい。100% です。ありがとう。当然じゃないですか。そうね。どうやら。あのさ。どうぞ。
クカクカク。もしかして…カク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 …いやいや、ユメロさん、無知の魔法で。ねえねえ、主よ、本日はご来場ありがとうございます。ブーブー、まずは天狗たちに言ってください。にゃー、今から不思議でミラクルな夢の卑弥呼のマジカルショーを開催するよ。これからうちが披露する魔法は水系極大魔法の一つ、水中脱出じゃ。さあ、正面の水槽をご覧あれ。これから卑弥呼はステージ上のタイマーを押した後、あの水槽の中に入ります。卑弥呼が水槽に入ったのを確認したら、アシスタントのアンジーが水槽にカーテンをかけます。そのままタイマーが60秒を過ぎると、なんと吊るされているもう一つの水槽から大量のピラニアが降り注いでしまうのです。そしてピラニアが降り注いだ後、カーテンを開けてみた時に、見事
キミコがピラニアに食われていたらどうぞ拍手をお願いします。なんちゃって冗談だよ。大丈夫？そうじゃなくて！まあ。では、ユネの卑弥呼のマジカルショーのスタートじゃ！まだ入ったばかりだからね。大丈夫なんですかね。やっぱり心配だよ。そろそろ助けに行った方がいいんじゃない。まだ出てきませんよ。本当に大丈夫なんですか。もう我慢できないよ。極原くん、もうダメだよ。まだショーの最中なのに。だってこのままだと夢野さんがピラニアに襲われて。あれ、10秒切りましたよ。もう失敗でもいいから出てきてよ。心臓に悪いってば。夢野さん、ええどうじゃ。死体が発見されました。お前ら、死体発見現場の体育館まで急いで集合してください。